聴誠にありがとうございます。あきと申します。今日はよろしくお願いいたします。30代40代ぐらいの男性がですね、もらったら結構嬉しいなみたいなアイテムを3つぐらい紹介してみようかなというふうに思います。はい、そういった中で僕がですね、実際自分で買ってみてすごく気に入ったもので、5年ぐらいずっと使ってるものを紹介してみようかなというふうに思います。結構ね、もらったら嬉しいものになるんじゃないかなと思いますので、これからのクリスマスシーズンなんかにはね、プレゼントを選ばれる方のね、参考になればいいなと思って、今日は動画を作ってみました。それでは早速いってみましょう。まず一つ目なんですけども、じゃあこちらですね。これね、バスコっていうブランドのカバンになりますね。カバンですね、早速小さな小物入れというかね、スマホだったり、ちっちゃなあのカメラとかね、タブレットとか、そんなのもしっかり入るようなカバンになります。カバンって結構好みがあったりするんですけど、あの大きさが結構大切だったりするんですよね。で、大きすぎるカバンってね、あんまり使わなくなるんだけど、結構ちょうどいいサイズの小さいめのサイズのカバンだったら結構割と使いやすいものになるのかなという感じがしております。郵便さんが使うようなカバンで、そのサイズ、一番小さなサイズを選びました。これは、レザー製です。全部レザー製ですね。レザーが非常に分厚くって丈夫に作られてますね。贅沢な厚さのレザーを使っているんですね。こんな感じで片手もここにフェルトがついてたりして、すごく使いやすいですね。うん、この辺も真鍮製ですね。ブラス、使えば使うほど味が出る金具を使っている感じですね。この辺も全部レザーですね。全部レザーね、長さを調節するところも全部レザーですね。あのレザー製品であるあるなのが、長い間使ってるとこんな感じのね、丸みを帯びたところがポロ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 剥げてきて、すごい劣化しちゃって、すごいみすぼらしくなっちゃうみたいな時があるんですけど、こういったあの本革の製品なんか使えば使うほど味が出るという感じで、この辺なんかもすごいいい感じの味が出てるんじゃないかなと思うんですけどね。この辺がやっぱり男性の心をくすぐるというかですね、長い間使っていくうちに出ていくこの味っていうのが、長いこと使いたいっていう気持ちになるんですよね。こういった小物をお送りするといいんではないでしょうか。これ裏面なんですけど、これはね、こう手で持てるようなね、こんな感じ。しっかりとこの辺も、これもおそらくブラス製、真鍮製なんで、この辺も使っていくうちにだんだんと色が濃くなっていって、いい感じの色になってくると。最初はあの金ピカやったんですけど、だんだんこんな感じで錆びてきて、いい色味になってる感じですね。こうやって持っていって、ね、こういう小さなカメラとかだったらスポッて入ります。こんな感じ。このカメラだったら本当にすっぽりと入るし、中にまあ仕分けの、中に仕分けがあるんで、まあ、スマホをねこの中にこう入れたりとか、まあ、タバコを入れたりとか余裕で入りますね。10インチの液晶タブレットがすっぽり入るとね。これで、ファミレス行ったりとかで、ちょっと喫茶店行って時間潰したりとか、こんな感じのバッグになります。大きさちょうどいいでしょう。あんまり大きすぎるとね、使わなくなるんで、でここはあえて使いづらいこのストラップ、この使いづらさもいいんじゃないですか。味になって、これだけシンプル。全部レザーです。全部レザーで、中身はハンプ製です。ハンプじゃないか。中身はコットンの生地で、高級感がありますね。非常に頑丈です。非常に頑丈です。これバスコの
ポストマンバッグおすすめです。はい、次は、小銭入れなんかいいんじゃないかなと思うんですよね。これは僕もずっと使ってて5、6年ぐらい使ってる小銭入れですね。ホワイトハウスコックスってやつですね。ホワイトハウスコックスの、これブライドルレザーだったと思うんですけど、ロウをこう塗ってね、パラフィンを塗って、作り上げたレザー製品ですよね。このコインケース、馬蹄形コインケースですかね。これもかなり気に入って自分で買ったんですけど、結構値段しました。1個ね、2万円ぐらいしたんですよ、この小銭入れ。けど、まあ、小銭入れ界の、まあ、ロールスロイスみたいな感じですけども、実際にロールスロイスは乗れないけども、小銭入れぐらいだったらロールスロイス持てるかなって感じで、かなり高級感、高級な、まあ、小銭入れですけど、まあ、高級だからこそ、長い間使いたいと、ね、いう感じで、使ってます。最初はね、それこそパラフィンというかね、ロウのね、白い、ロウの塊がこう浮いてきたりするような感じなんですけど、使い込んでいくうちにね、結構いい感じのツヤが出てきてます。最近もうこれほとんど手入れしてないです。もうポケットに入れて使うだけ。ええ感じの色が出てるんじゃないですか。ほんで、お店の人曰く、このホワイトハウスコックスのこのコインケース、馬蹄形のコインケースはもう作れる職人さんがだんだんおらんなってきて、もう今ある商品しか、出回ってないですよ、みたいな感じで。さっき楽天とかで見てみたら、何個かありました。はい。ですので、人とあまり被りにくい、ね、ホワイトハウスコックスの馬蹄形のコインケースなんかもいいんじゃないでしょうか。ここでこうパコッと開いてね。パコッと開いて、ここから小銭が出てくる感じで、ここもこう開けて、ここが500円玉が入るようなスペースですね。ちょうどのこのぐらいの大きさがちょうどいいんですよね。こんな感じで手のすっぽり収まる感じですかね。結構ね、縫い込みとかもしっかり作られてるんですよね。わかります？これこんな感じ、すごい手が込んでるんですよ、この作り込み。この作り込みなんかもね、男はね、結構ね、好きなんですよね。この手の込んだ、手で作ったね、ハンドメイドのこの感じ、よーく見たらね、この辺なんかわかるかな、機械で塗った感じじゃないんですよね。なんかね、大きさがね、その線の幅がね、まちまちなんですよ。わかります？この辺大きいけど、この辺ちっちゃいみたいな。この辺の手縫い感覚が結構男心をくすぐるというかね、物好きには結構たまらないって感じじゃないですか。しかもこう使い込んでいくうちにね、だんだんツヤが出てくるんですよ。いい感じのツヤ。しかもね、めちゃくちゃ頑丈です、これ。もうね、一回、駐車場の横でこれ落として1週間ぐらいずっと落としっぱなしにしてて、ないなないなって探してたら、雨の日に偶然これ見つけて、もう雨でびしょびしょ、ああもうこれ完全にいったなと思って、家に持ち帰ってきて陰干しして、でワックスバーって塗って、次の日持ってみたら普通に使えるんですよ。雨に濡れても結構使える頑丈な財布、小銭でね、ホワイトハウスコックスのコイン、馬蹄形コインケース、これも結構もらったら嬉しいんじゃないかなって思うんですけどね。1個2万円、プレゼントにはちょうどいい値段ではないのでしょうか。次の商品も、カバンです。カバンばっかりで申し訳ありません。丈夫で長い間使っていくと味が出るっていうね、そういうカバンが僕好きでして、今回紹介する、こちら最後に紹介する商品も丈夫で味が出るという感じです。ご存知ですか皆さん、これフィルソンっていうね、ブランドです。フィルソンはアメリカの老舗アウトドアブランドでございますね。その老舗アウトドアブランドのフィルソンが出している、ブリーフケースってやつですね。フィルソンブリーフケース、
多分アメリカで作られてるんじゃないかなと思うんですけど、こちらも結構お値段するんですけど、3万ぐらいしたと思うんですけど、これもかなり頑丈です。頑丈でしかも使っていくうちにだんだん味が出るっていうね、結構そこもいいですよね、いいポイントですよね。とね、ポイントとしてはあの布がねめちゃめちゃ頑丈です。この端っことかの製法とかね、ものすごい頑丈に作られてますね。ちなみにこれがもう7年ぐらい使ってます。7年目です。7年目でも全然使えますね。しかもちょっとこれジーンズみたいな感じでね、こういった当たり部分がだんだん色が減ってきて、なんていうのかな、いい感じの色落ちをしていく感じですか。使い込んだかっこよさが出てくるカバンですよね。でレザーが先ほどのカバンのように分厚いです。むちゃくちゃ分厚いです、レザーが。これもブライドルレザーですかね。もうね7年使い込んでるんですけど一切メンテナンスしてないです。これはちょっと油塗った方がいいかもしれないね。これ久しぶりにこう見たら結構ひび割れもしてきてる感じ、こんな感じで、こんな感じね。いいじゃないですかこの色落ちが、これこの感じいいっすよね。フィルソンのブリーフケースの一番小さいサイズ、 S サイズだと思います。こんな感じで、ショルダーストラップも、別で取り外しができる感じですね。こんな感じで取り外しができます。取り外しができて、それこそ、こういった手提げバッグのようにも使えるという感じですね。厚さが非常に微妙なライン、このぐらい、このぐらいですね。あのもう少しね大きいサイズがあって、このぐらいまで、このぐらいまでサイズがあるやつがありますけども、まあ普段使いにするにはちょっと大きいのかなと。旅行とかね、そういった時に持っていくにはいいかもしれないですけど、まあ、毎日使う、会社勤めっていうかな、出勤時に使うようなカバンでは、まあ、このぐらいの細さがちょうどいいのかなという感じですね。この辺もレザーですね。この辺も全部レザーです。で、この辺いい色落ちしてる。レザーとレザーが縫い込まれちゃって、こんな感じ。で、一応ここに、袋がありますけど、袋というかこの入れるところがありますけど、まあほとんど入りません。こんな感じの三脚、細い三脚とかもちょっと入りにくい感じですね。ペンぐらいじゃないですか。だからまあここの入れ物入れ口は死んでますけど、まあそれにしてもまあいい感じの大きさで普段使いするにはちょうどの大きさなんじゃないかなと思います。A4のこんな感じのクリアファイルを、まあ、簡単に入れることができると。もちろんこういった、Kindle Fire HD みたいな10インチぐらいのタブレットならもう普通にすんなり入る感じですね。こっちか内側にはね、外側のポケットの中には、鍵が止めれるようなね、こんなストラップも付属しております。お守り入れてますけどね。あともちろんこちら側裏面にもこんな感じで入れれる外ポケットがあった。で中は結構仕分けされちゃう感じで、ここにペンが3本入る。ペンと鉛筆も入るし、100均で買ったボトルにフレグランスパーッと入れて、まあ、つけたい時につけるみたいな。でもここへこう入れたりとかね。でこっちにもう1個ちっちゃなポケットがあって、ね、ちっちゃなポケットがあるか。 iPhone とかだったらちょうど入る感じ。おお、いいね、ちょうどいいね。 iPhone 入れるには7インチぐらいのスマホであればすっぽり入るよって感じのポケットがありまして、もう一個こっちにも大きな、もうちょっと大きなポケットがある。
この辺なんかはもう iPhone すっぽり入ってて5個ぐらい。こういった、コンデジぐらいだったら結構すっぽり入るんじゃないかな。うん、結構すっぽり入る。外側にももう1個ポケットがついちゃって、この辺はこうメモリーカードとかね入れたりするようなポケットでしょうか。結構仕分けされちゃって普段使いするにはちょうどいいんじゃないでしょうかね。こっち側にペソッとこのように置いてみてとか、こう置くで、こっち腕みたいな、ペンも入るよみたいな、こんな感じで使える。あ、閉めれて、しかもここには贅沢にレザーが使われてると。このレザーも同じレザーですね。このここに使われてるレザーと同じレザーが使われてますね。ショルダーストラップをつけて使えば、まあ、たすき掛けができるので、出勤の時は僕もこれ重宝してますね。こんな感じで、ちょうどの長さですね。まあ、カバンのサイズとしてはちょうどぐらいかなって感じです。はい、こんな感じでございます。いかがだったでございましょうか。こんな感じで、これと、それから、よっこしょ、これと、これと、それからこれみたいな、結構レザー製品多めでしたけども、男性がもらって、嬉しい、アイテム、男心をくすぐるそんなアイテムになったんじゃないかなというふうに思います。まあ、これだけはね、あの人の好みにもありますので、僕目線で、紹介させていただきました。はい、またよかったら参考にしてもらったらありがたいと思います。こんな感じです。最後までご視聴誠にありがとうございました。はい、まあ、こんな感じで、まあ、いろいろね、僕が使って長い間使っててすごい気に入ってるものみたいなものもですね、僕の相棒たちみたいな感じでね、動画作っていきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録していただきましたらありがたいかと思います。その他ですね、散歩した時の動画とか田舎の風景撮ったようなね動画とかも作ってますので、よろしかったらですねチャンネル登録してくださいましたら誠にありがたいと思います。今日はそんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴誠にありがとうございました。またの機会にお会いいたしましょう。さよなら。